ご存知と思うんですけど、うん、最近ユネスコがまた日本に対して、うん、変な勧告をしてきたわけですよ。それご存知でした？そのいや、聞いてます、うん、なんか要するに説明不足だという中身でしょ、うん、要するにね、産業遺産推進センターっていう広報施設があって、これ軍艦島のことをね、これも作った経過自体はね、一種世界で語られてるのに日本が譲歩して作ったみたいに言われてんだよね、世界ではね、うん、でも実際違って、まあ、あんまりね、軍艦島というその長崎の沖のですね、人工島で、まあ、炭鉱を作ったわけだけど、その炭鉱で多くのですね、当時日本国民でもあった朝鮮半島のですね、労働者の方々が来てですね、またもともと九州の炭鉱は半島出身の炭鉱も多かったんですよ。で、そういう人たちがこう働きに来てですね、そういう状況をですね、この戦時中も踏まえてね、なんか強制動員されて奴隷労働させたみたいなね、とんでもないなんてファンタジーを作っちゃった国がありましてね、それでガチャガチャ言って、それをしかもね、俺はあの時に島にいたけどひどかったぞっていうね、いたかいないかわかんないね、お年寄りがいましてね、この証言一本を頼りにね、警告は、クレームをつけたわけですよ。これ、うん、非常にね、珍しいケースで、島自体はこう軍艦に似てて、始まってるんだけど、軍艦島って通称で言われたんだけども、まあ当時としてはすごい最新の技術をつぎ込んでですね、労働者の非常に優れた高層の住宅も作って、海の底にこう、何キロも掘り込んでいくような炭鉱を作ったわけですよね。で、この、まあ、営み自体が産業、世界的にも産業遺産にできるっていうことで申請したら、そのユネスコの場で、警告がですね、異論を唱えたわけですよね。そういうものをね、ともかく遺産登録は反対だし、もしやるんだったら100歩譲ってもね、強制労働の事実をもっとちゃんとさ、説明しろと。うん、でもないもん説明しようないから、から納得させたくてね、その産業遺産推進センターでは、当時、まあ、島で働いていた方々の証言と証拠だよね、いろんなね。こういうものを集めて展示し、私もちょっと一部ね、映像の鑑賞をお手伝いしたんですよ、実を言うと。うんうん、で、まあ、そういうこともあってね、当時、例えばですね、在日の方のですね、当時の労働者だった方がですね、日本人と半島の出身者は非常に仲良く働いてて、強制とかそんなのなかったよ、というような証言もされてんですね。それが気に入らないから、もう一斉にですね、渓谷のですね、左派マスコミの組でも、もう、踏んだり蹴ったりの大騒ぎしてるわけですよね。で、それで、これが重要なんだけど、ユネスコって結構そういう工作をやる上ではね、結構ね、C 国だのね、N 渓谷の影響が大きいのね、うん、ここはね。だから、そういう手ずるで、いろいろ勧告を出してきたということなんですよね。そうなんですよ。で、これね、まあちょっと補足しますと、この時のその世界遺産というのはですね、まあ、世界文化遺産なんですけど、うんうん、まあ、もう少し正確に言うと、明治日本の産業革命遺産ということなんですね。うんうんうん、ですから、まあ、軍艦島、端島だけじゃなくて、うん、まあ、8県にまたがりですね、うん、23箇所だったかな、うん、の遺産、造船所だとか、うん、いろんな反射炉とか、いろんなのありますね、うんうん、ああいうものを全部まとめて、まあ、明治日本の産業革命の遺産として登録すると、うん、シリーズで登録すると、うん、まあ、そういうふうなものだったわけですね。で、その中の一つがこの、まあ、長崎県のこの端島軍艦島といわれる炭鉱だったということなわけですね。で、それについてこれ決まったのは2015年なのに、今頃になってですね、このユネスコの世界遺産委員会が7月22日にですね、戦時徴用された朝鮮人労働者に関する産業遺産情報センターの説明が不十分だとして、強い遺憾を盛り込んだ決議を採択した。うん、その決議に付されたユネスコとイコモス。イコモスというのは国際記念物遺産会議というのがあるんですね。うん、の合同調査報告書は、日本政府が遺産の全体像を紹介するため、東京都新宿区に開設した産業遺産情報センター。これですね、このセンター。うん、これだから、
軍艦島以外にもいっぱい、うん、詳細な説明があるんですけど、うん、の端島炭鉱の展示に対し犠牲者を記憶に留める措置としては不十分だとし、より暗い側面を含め多様な証言を提示するように求めたってことなんですよ、うん、で、これに関して例の朝日新聞は、うん、7月27日付社説で必要なのは情報センターの在り方を改めることだ、犠牲者の記憶の展示と情報発信を確立するよう幅広い専門家の意見を仰がねばならない。しかしその僕ね、今言葉引っかかってるんだけど、うんうん、犠牲者って何に対して 何が犠牲者なんですか。その犠牲者というのは、うん、韓国が主張している、ね、うん、強制労働で連れてこられて働かされた人たちと、うんうん、それが犠牲者だっていうわけなんです。もしそれが犠牲者だったらそんな犠牲者存在しないじゃないですか、うん、だからそれがこの情報センターでは当時の一次資料とか証言とか全部を集めてこれが本当の姿ですってやってるわけですよ。これも政府系のセンターとしては非常に優れたものなんですね、うんうん。まあ、これだから加藤浩子さんがすごいの、うん、元内閣官房参与ですよね。そうですね。ものすごい頑張られているからなんですけれども、うん、まあ、加藤官房長官のご親戚になるわけですけれども、うん、はい、だから被害ありきな、被害者ありきなんですよ、うんうん、でこれは韓国が繰り返し繰り返し言ってきたことなわけですね、うんうん、で、うん、こっから、日本売国話なんですけど、うん、これね、僕覚えてるんだけど、2015年ですね、うん、まあ、この話、その決議をしようと、この、うん、産業遺産、文化遺産として、うん、決めようという時にですね、その間際になって、また韓国、渓谷がですね、ちゃぶ台返ししたわけですよ、うん、で、やはりその強制労働という文言が入らなきゃ嫌だと。うんとごねたわけですね、うん、でその時に、ね、日本の外務省側としてはですね、うん、まあ、なんとかもうここは収めて、うん、もうとりあえずここで決めたいと、うん、もうそれ以上ですね、うん、もう他へ行きたくないと、うん、まあ、翌年に持ち越しとかね、うん、そういうことしたくないと、まあ、そういう気持ちでいっぱいだったわけですよ、うん、でこれドイツで開かれてたんですけどね、うんうんうん、でそこででも結局、そのドイツの委員の方からですね、うん、じゃあ渓谷側とこれはダイアログ、要するに話し合いを持ちなさいとか言われて、うん、でそれに乗ってしまってですね、うん、まあ、それまでにいろいろと当然ロビングをして、うん、投票すれば通るようになっていたと、うん、でそしてこれからそれからこの、この産業遺産登録として見なされている期間というのは、うん、これ名式ですからね、うん、ですから昭和じゃないんですよ、うんうん、だからその強制云々って、そのまあ徴用云々っていうのはそのずっと後のことですから、後ですよね、そもそもスコープに入ってませんということを言ってたんだけれども、うん、徴用って昭和20年だけですか。はい、の9月、うん、じゃあ19年の9月からとかね、19年の9月から話が通って、実際連れてこられたら20年からですか。入っちゃいますよね、20年ね、だけどもう、政界権失ってるから、ほとんど来れないみたいな、うんうん、だから大半が自発的に来た出稼ぎ労働者だったっていうことなんですけどね。なんとここで、うん、その外務省はですね、妥協というよりも譲歩というよりも、うん、渓谷側の言うことを丸呑みしたんですよ、うん、で当時の報道で僕は覚えてるんですけど非常にびっくりしてね、うん、であまりにも頭にきて、正論にも寄稿した記憶があるんですけど、韓国側は、フォーストレイバー、これはだ強制労働という言葉をやろうと言ってきたと、うん、そしたら外務省が、うん、日本の外務省が抵抗して、うん、いやもう表現を和らげると言って、うん、forced to work にしたと、うん、それね、うん、同じ意味なんですよね、うん、要するに名詞形で言うか動詞で言うかという違いだけで同じ意味なんですよ、うん、でそういうふうに妥協して決めたとかっていう報道があったんで、うん、びっくりして、うん、なんじゃそりゃって言って当時かなり切れて、うん、正論に何やってんだって書いた記憶あるんですよ、うん、でそうしたら今回こういうユネスコから決議が来てね、うん、でもう一回見直したんですよ、うん、そうしたらね、そのフォーストレイバーとかフォーストとワークっていうのは本当にこう切り取った一部分であって、うん、実際には、まあ、当時のユネスコ大使、うん、日本のですね、うん、佐藤邦さんという女性がユネスコ大使だったんですよ、うんうん、で、
まあ、外務省の局長級ポストに女性として初めて登用されたという人なんですけど、うん、2015年にユネスコ大使を務めてたんですね。でこの人がなんとその渓谷に折れて、うん、次のように答えた、うん、多くの朝鮮半島の出身者などがその意思に反して連れてこられ厳しい環境の下で働かされた、うん、ですね。で、その趣旨をこれを盛り込んじゃったわけですよ、うん、その声明の中に。そしてですよ、さらにこの犠牲者のことを忘れないようにする情報センターの設置など適切な措置を取る用意がある、うん、ここまで言っちゃったんですよ、うん、だから今さっき篠原さんがおっしゃった、うん、犠牲者って何だと引っかかると、うん、犠牲者って何のこと言ってんだとおっしゃったじゃないですか、うんうん、このユネスコ大使の言葉の中に犠牲者っていうことが認めちゃったよね。認めちゃってる。だから それが困るんでね、ユネスコのね、あり方もおかしいんですよ、それは、うん。だってね、歴史っていうのは事実を探求してね、明らかにすることであって、政治的に決定して決めることじゃないです。うん、それは共産主義のやり方だから。うん。うん、だからそのユネスコのあり方おかしいことは事実なんですけども、うん、しかし、日本の外務省はユネスコ大使が自らね、うんうんうん、認めてしまって、こういうふうに宣言して、で、ここで、この犠牲者のことを忘れないようにする情報センターを設置するって言っちゃったわけですよ。うんうん、で本当に情報センターを作った、うん、だけどそこは加藤幸子さんが取り仕切っていて、うん、フェアに当時の島民たちの証言だとか、うんうん、一次資料とか全部出す、うんうん、そうするとその強制的に連れてこられて奴隷労働させられたとかっていう事実は出てこないわけですよ、うんうん、むしろ当時はもう厳しい、まあもちろんその炭鉱での仕事は厳しいわけですから、うん、でそこでみんなで差別なく分け隔てなくですね働いていたんだと。でだから駐在の警察官2人しかいなかったと、うん、でそれでも問題にならなかったわけですよ、うん、で渓谷出身の労働者向けの遊郭もあった、うん、わけなんですね。でそういう状況でしたよとこうプレゼンテーションしてるわけなんですけど、うん、そこへその渓谷の人間が見に来て約束守ってるかどうか見に来たと、うん、そうするといや全然犠牲者のことを言ってないじゃないかと嘘は言えねえ奴隷労働どこへ行ったんだと、ね、なるわけですよ。ちょっとセンター側はですね、いやこれあくまでも事実だから、うん、さっき篠原さんおっしゃったみたいに嘘はつけない、これは政治的ななんかことはできない、これはあくまでも本当のことを言わざるを得ないんだから、うん、これが事実なんですというふうに言うじゃないですか、うん、そうすると日本は約束を破っているということになるわけです、うんうん、だって日本の外交官がこう言っちゃってるんだから、だからねそれが困るんだよね。だからそれをだからこれ相手の土俵に乗っかるのもしょうがない時があるんだけど、乗っかった上に相手が用意した結論に納得しちゃったらこれは完全に白旗外交だよね。そうなんですよ、うん、でそれでねそういうふうに現地捉えちゃってるわけだから、うん、とそれで当然渓谷側はですねユネスコにこれ国家プロジェクトとしてやってますから、その、うん、ロビーングを、うんうん、ロビーングとプロパガンダを、うん、だから見てくださいと日本政府約束破ってますと、うん、ってことを一生懸命言うわけですよ、うん、そうするとユネスコから人が派遣されてくるんですよ。でこれ形の上では日本政府が招待したことになってるわけですよ、うん、と来るでしょ、うん、まあ来たのはドイツ人だったそうですけど、うん、最初からもう軍艦島港内に直行して、うん、他のもの興味ない、ね、うん、もう軍艦島港内に直行して、うん、ビクティムは、うん、被害者はどこだ被害者はどこだと、うん、そういう探し方をする、うんうん、でいやいやこれでもこういうもんですよと説明しても、うん、いやでも被害者と被害者の証言はどこなんだと、もうそういうふうに来る人間も洗脳されてる、うんうん、まあ、特にドイツってかなり危ないものあるでしょ、まあ、ドイツはですよね、うん、乗っけられちゃってるからね今ね、そう、うん、でそれもあるから、うん、でそういうふうに言われる。で当然こちらとしてはまあ、真っ当な回答をするしかないんだけれども、うん、でこの時にね本当は日本の外務省および官邸がしっかりと対応しなきゃいけません、うん、ところがしないわけですよ、きちんと反応しないわけですよ、うん、センターに任せっきりなわけですよ。そうするとこのユネスコの、まあ、代表者は帰って、うん、やっぱり本当でした、あれは全く被害者に関する記述がありませんでした、
ダークサイドについては触れてませんでしたということを。ダークサイドはそうなんでしょ。そう、だからどっかのあれ、あのスターウォーズみたいだけど、ダークサイドは創作なんだよ。ダークサイドなきゃいけないんですよ、ね。でそのダークサイドありませんでしたってやるわけですよ、うんうん、でそうしたらじゃあやっぱり日本ひどいじゃないかということで、うん、あのこういう勧告が出されたわけですね、うん、で今度それに対してじゃあ日本の茂木外相や加藤官房長官が何と答えたかというと、いや日本は真摯に努力してきたと、うん、でこの問題についてはあの適切に対応する、うん、適切な対応って何なんだってことなんですよ。いやだからね、あのね、まあ誰とは言わないけど、はい、誰とは言わないけどね、はい、僕もこの産業遺産推進センターね、うん、あんま行ったことないけど、これいろいろお手伝いしてきたわけなんですよ、うん、本当のこと言うとね。で、これはもう客観的なね、うん、問題で、我々は例えばこれ見てみろなんていうことをやるのはふさわしくないと思うから、うん、あんまりこう言ってこなかったけどね、うん、その過程でね、僕ね、本当にね、痛感したのはね、日本の政治家っていうのは勉強してないんだよね、うん、だからね、あのこういう時に、だから自分たちが歴史観がない、歴史について知識がないからね、うん、もう突っ込まれたことにね、その場で反論するの不可能ね、うん、だからここはやっぱりね、土壌としてダメだね。で、相手はね、仮にインチキであってもね、インチキの歴史観っていうのをきちんとね、体系立ててね、そうそう、しかもきちっとね、辻褄が合うようにね、頭に叩き込んできてるんですよ。インチキの歴史、ね。しかも論争で鍛えられてるから、ね、勝てないのよ。うん。うん。うん、そう、僕なんか逆に言うと、今回のことでね、僕は、本当にちょっと今、山岡さんに言われてね、改めて痛感したんですけど、今日話題にしていただいてね。これはね、思い切ってね、実はね、ある教訓があるんですよ、日本で。一個だけ。うん、あの村山富市の時にね、うん、誰か知恵者がいたんですよ。うん、三国歴史共同研究、四国、渓谷、日本の共同研究って提起をして、まんまと乗ったのね、向こうは。うん、したら向こうは大恥かいたんですよ。うん、要するに、虐殺だ、強制連行だ、うん、なんだ、うん。どっちの国にも何も資料がないんですよ。うんうんうん、で、お互いに持ってる資料を全部出し合って、共有しようっていう提案だったんだけど、うん、共有できる資料を持っていたのは日本だけだし、うん、歴史研究で成果を出そうって言って公約を守れたのは日本だけだったんですよ、うん。その成果がアジア現代史資料センターなんです。うん、あれ、全部あれでしょ？防衛図書館にあるのも何でもね、あるいは国会図書館にあるのも戦前期までのね、資料は全部電磁化に成功してるんでしょ、うん、でこれに当たるものってね、何にも持ってないんですよ。うん、今、制度やってるのは、渓谷の研究者、四国の研究者がね、うん、なんか、部分的にそれで拾ってね、うん、で前後をね関係なくね自分でストーリー作って、これはこれの証拠だとか言ってるけど、その都度反応されて終わりなんです、沈没してね。だからね、今回もね、だったらみんなで調べましょうって言って、ただし、うんうん、客観的にやろうと、うん、でね、そのいわゆるね、ポストレイバーについてはね、世界的に例えばね、ユダヤの問題、あるいはね、もっと言うと、もうあれ程に言うけどね、ソビエトによるね、強制労働、それからシベリア抑留の話もね、研究者各国に言うんだから、それでね、ユネスコで決めてね、代表団出して、そう、初めから洗脳された人じゃなくてね、一から勉強する人を連れてきてくれと、協力するから、やったら僕は決着ついちゃうと思いますよ、これ。ところ、そうなんですよ。それは正論、うん、なんだけど、うん、当時も、うん、その2015年当時も、うん、そういう正論できちんと通してるべきでしょ、うんうん、ところが、今ご紹介したように、外務省が、うん、この新見、佐藤邦、うん、さんは、こういうとんでもない発言をしてしまって、現地を取られて、うんまあ、言うならば時限爆弾を埋め込んでしまった、ね。埋め込んじゃったんだよね、うん。それが今爆発してるんだけど、でも、もちろん、一人でやってるんじゃなくて、うん、彼女と一緒に当時行動してる人がいるわけですよ。うん、でこの人は、聞いたことありますか？新見淳さん。聞いたことある。うん、でこの人は当時のですね、うん、で当時におけるこの国際文化交流審議官、うんうん、だから本当担当者なんですね、うんうん、でこの人が交渉に当たったわけです、うんうん、でもこの人は、うん、徴用工の碑文を建てようって提案した人なんですよ。いやだからね、さっきの佐藤さんにしてもこの人にしてもね、うん、あなたの恩師誰ですか、うん、これ知らせると絶対面白いことがある、うんうん、でもだからみんな東大なわけですね、うん、みんな東大なんですよ。で東大ですよ、はい、
だからね、東大っていうのはね、もうね、もちろんですね、勉強はできるわけですよ。東大の私学会がどういう連中が抑えてるの、うん、左翼ですよ。そうよ、完全なんですよ。だから、東大に行っちゃうと、下手に勉強ができたように、うん、あの東大行っちゃうと。うん、ある程度、ほら、従順じゃないとまた行けないですよ。うん、で、そうするとですね、自動的に、うん、外国の養成機関になっちゃうんですよ。本当に困ったもんだね。日本の最高学校で。しかも、率直に言うと、外務省及び外交系の教育機関っていうのはどうもよからぬ連中が牛耳ってるわけだよね、うん、例えばもう私はいつも名前出すあの武者の工事金秀のようなですね、国連大学副学長といって実はチュチェ思想国際研究所の理事だったりするんですよ。そう、まだご存命でいらっしゃるんですね、うんうん、でこの人が非常に尊敬されてるし、この方の指導を受けた外交官結構多いわけですよ、うん、はい、でしょ。でそれでもう一人、まあ、だからその、この新見淳さんという人はそういう人ですから。だからさっきの、うん、フォースとレイバー、いや、それはやめて、フォースとワークとか、うん、これもその、で最初ね、最初は思った、うん、っていうか、東大に入ってる人が、いくらなんでもその英語力ひどすぎるんじゃないかと外務省で、うん、と思ったんですけど、やっぱり思想自体がそういう人なんですね。うんうん、だから、徴用工の、あのね、碑文を作ろうとか建てようとかね、そういうことを言う人だったんです、うん、彼自身がね。でもう一人、うん、で別所さん、別所功労さんっていうですね、人がいるんです。聞いたことありますか？聞いたことあるね。あ、やっぱある、うん、でこの人はですね、この人もだから東大、灘高から東大ですよ、うんうん、もう典型的なエリートコースだよ。すごいね、秀才なんですよ。だからこの、まあ、新見さんは一橋ですけど、佐藤邦さんも もちろん東大、うん、でこの人は、うん、この別所さんは、2012年から駐韓国大使なんですね、うんうん、で2016年には、うん、国際連合日本政府代表部特命全権大使、うんうん、ですよ。そして2016年、つまりこのユネスコのこの問題があった2015年の終わりの方です、うん、でその翌年にこの方、日韓両国の友好親善に貢献した功績を称え、韓国政府から叙勲されてる。いやー、素晴らしい。韓国にとって素晴らしいことやったんだろうね。そうですね。うん、だから、修好勲章、功過章とかっていう、うん、勲章をいただいてるんですよ。うん、そして、今、何されてると思います？今何ですか？もしかして、やんどころなきところにいるとかですか？外務省だから。侍従長。いい。やべえっすね、それ。だからね、これ別にこの、当然、この別所さんも、このユネスコの時ですね、うん、これ、その時はまあ中間大使だったわけですね。うんうんうん、だから本来であれば、まあ、やっぱり協力していただきたい立場なわけなんですけども、うんうん、なぜかその、翌年には向こうから叙勲されている。うん、そして今や侍従長ですよ。果たしてね、まあいろいろあると思いますよ。当該国のね、駐在大使になって、その当該国から叙勲されるっていろんなケースがあるな、人道上の問題で貢献があったとかね、うん、そういうことではあり得てもね、今の日韓関係の中で、相手国にね、叙勲されるってこれ、ろくでもないことだもんね。いや、これだってもう2016年ですからね。うん、ですから、もう、もし日本にとってですよ、まっとうなことを主張したら、うん、叙勲なんか絶対されないです、ね、されないですよね、うん、だからもうある意味じゃ排斥されたりね、こいつはね、ペルソナノングレータだから出てけって言われる方が勲章になるんじゃないですか。そうだって、だからソウル大使館前の慰安婦像ね、うん、あれをだから撤去しろと言わなきゃいけないでしょ、うん、ずっと言い続けなきゃいけない、言い続けなきゃいけない、これ国際法違反なんだから、うん、ぐだぐだ言ったら撤去しなさいと、うんね、国際法は国際法なんだから、うんうん、つべこべ言わないで、うん、撤去しなさいと言わなきゃ、うん、言い続けなきゃいけない立場、うんうん、これは体を張って、うん、撤去させなきゃいけない、また新たなものは阻止しなきゃいけない立場ですね、うんうんうん、でそれをやるべき人がどうして叙勲するのか、うん、そういうことですよね、うんうん、叙勲もそうだけどね、僕ね、侍従長の話聞いちゃってね、
おって皆さん思いません？だから経験問題片付かないと思いませんか？で、これ無関係じゃないと思うよ。いろいろなね、いろんなつてを使って、収めようとしてきたわけじゃないですか。うん、で、一時噂でね、いや、KK 息子はね、国連の職員に就職が内定したんじゃないか。実際は今ね、どうも、アメリカの母やね、奥の総合法律事務所のお力もあったと推測されるんですが、ニューヨークのね、どうも奥の総合法律事務所のね、ビジネスパートナーの法律事務所に、うん、就職が決まってるらしいんですね。でも、これ、ここまでのレール引くって、うん、まず三宅も考えられるけど、うん、同時に三宅の意向を組んだですね、外務省の動きって欠かせないわけなんですよ。うんうんうん、それ考えたらね、その、侍従長ですか、うん、その、役割っていうのはちょっと気になるところですよね。そうですね。だから、やっぱりこの、外務省の体質。うんうん、だからさっきご紹介しました、うん、中オーストラリア大使、山上さん。うん、はい。うん、珍しく、思わず珍しくって言っちゃうわけですよ。その人も、だから外務省って言うと出身を知りたいよね、うん。どういう経歴で外務省にお入りになって、まあ、外務省の中で率直に言えばなんとかスクールって派閥があるじゃないですか。ロシアスクールとかチャイナスクールとかいろいろあるけど、一体この人はどういう筋を歩いてきて、誰が恩師だったのかって知りたくなりますよね。うんうん、そうですね、うん。でも、まあそういう珍しい方がいらしてですね。うんうんうん、でもその一方で、いや、やっぱりこの辺の、じゃあ日本の、まさにエリートがですね、うんうんうん、こういうことをやるわけですよ、うん。それもう一つ言うとね、この時の外務大臣、誰だったの？このユネスコの、この。2000何年ですか？じゃあ2015年ですよ。15年だと、遡ると誰かな、岸田さん？そうです。やっぱり。岸田さんも、改正東大の秀才ですよ。まあ、岸田さんの派閥は、まあ、あんまり言いたくないけど、まあ、まあ、今ね、2階のおじさんが頑張るから、うん、彼は1階にいる人だけど、まあ、K さんもね、K さんの派閥も、新 C 国では、人後に落ちないところがありますので、実は。いや、そうか、やっぱそういうことなんだ。うん、だから、本当は、この外務省の動きに対して、うん、岸田さん、安倍政権でしょ、うんうん、で岸田さんが、止めなきゃいけないんですよ、うんうん、修正しなきゃいけない、うん、だから何にもしてないんですよ、うん、まあ申し訳ないけどもやっぱり岸田さんってねえあの人次の総理とか言われたけど見識の面ではちょっと無理だね、うんうん、これだ要するに何もしてない、うんうんうん、それ見識信念、うん、ちゃんとした知見がないという、必要なものがないということなんですよね。うんねうん、だから、ま、何の役にも立ってないわけですよ。うん、で今度も当社って現地捉えて、うん、今またユネスコに攻められてるでしょ、うん、でこの時に、またじゃあ、加藤光子さんは一人で反論する、うん、してるわけですけども、うん、本来外務省官邸とか一体となって、うん、日本の立場をきちっと言わなきゃいけない。喧嘩しても、うんいいからきちっと言わなきゃいけないわけですよ、うんうん、で別に面倒そうかといえばユネスコ脱退したっていいと